ライアンウィサークメンデス・ダグラサは、カーボベルデとフランスのサッカー選手。カーボベルデ代表。ポジションは FW。ミンデロに生まれ、地元のバトケ FC でサッカーを始めた。2008年に、ルアーブル AC に移籍。2009年5月13日に、リーグアンで初出場。レスターして FC のスカウトも彼に目を光らせていたが、結局は、リアドマフレズを獲得した。 2012年にロスクリールメトロポールに移籍。右足首の剣の手術のために2012から13シーズンの後半を棒に振っていたのだが、リーグ公式ウェブサイトには引退と記されてしまった。2015年9月4日にノッティンガムフォレスト FC に1シーズンの期限付き移籍。2015年9月24日に移籍後初得点。2017年1月にカイセリスポールに移籍。 2018年7月に、シャールジャ f c に移籍、2020年7月に、アルナスル s c に移籍、U-16 代表、U-21 代表としての出場歴がある。A 代表初出場は2010年8月11日の、セネガル代表との親善試合。2011年10月8日のアフリカネーションズカップ2012、予選グループ A ジンバブエ代表戦で代表初。 特典、ありがとうございます。